どうも、フルフルです。めちゃめちゃ久々なんですけど、ガンバライジングの動画を撮っていきたいと思います。というのも、明日3月25日から、ガンバライジングズバッとバッと4弾が稼働予定ということで、ツイッターで全部のカードリストが公開されたスーパーレアキャンペーン、レジェンドレアかな。全部公開されたとのことで、順番に今回のカードリストを見ていきたいなと思っております。ズバッとバットになってから初めてかな、もしかしたら一段だけやったかな。もうだいぶやってなかったんですけど、久々に今回公開されたカードを見ていきたいと思います。はい、まず最初に公開されたのがこのプロモのレジェンドレアなんですけど、エレメンタルプリミティブドラゴン、めちゃめちゃかっこいいですよね。このカード、周りには平成2期以降のライダーの剣型の武器が刺さってて、01の最終話というか、アークスコーピオンとの最終決戦を思い出すような絵になってるんですけど、僕個人的には牙が好きなので、この並びにはザンバットソードすごい似合うんじゃないかなと思ったんですけど、この中にないのがちょっと残念ですね。で、こっからがキャンペーンカードかな、順番に公開されていったんですけれども、まず1枚目はプリミティブドラゴンのキャンペーンカード、絆固めっていうことで、絆をテーマにした今回はキャンペーンカードになってますね。プリミティブドラゴンめっちゃかっこいいですよね。やっぱ暴走系のライダーは中二心をくすぐりますね。で、次、クーガグローイングホーム。プリミティブドラゴンからのグローイングホームってめっちゃシンプルさの落差が半端ないですけど、このクーガとの絆っていうのはやっぱ一条さんのことなんですかね。グローイングフォームいいですよね。子供の頃は弱くてあんまり好きじゃなかったですけど、角が短いっていうところとかも結構改めて見ると可愛くて好きなポイントだったりしますね。次、バルカンアサルトウルフ。ゼロン系のライダーはやっぱり全員かっこいいですね。次、仮面ライダー最高、金の武器、銀の武器。前回のズバットバット3弾ぐらいから登場してますかね。本体は武器なので、シャドウは顔半分しか映ってないっていうのがポイントですね。結構このライダーの感じ斬新で好きなんですけど、次、仮面ライダーファイズ平成1期ですね。やっぱりファイズは顔ライダーっぽくないっちゃライダーっぽくないですけど、シンプルでかっこいいですよね、ファイズは。で、メテオ、なんか一番絆が今回のキャンペーンの中で似合うライダーかなって気はしますけど、メテオはもしかしたら今のところ本人出演が一番難しいライダーなんじゃないかな。で、リュウキ、ナイトとの絆がありますね。リュウキもかっこいいし、リュウキはやっぱ本編がすごく面白いライダーですね。ちょっと古いですけど、見たことない人は見てほしいライダーですね。で、アマゾンオメガ。これはこの絆のラインナップに入ってきていいライダーなんですかね。まあ一応駆除班との絆とかはあったりするのかな。めちゃめちゃ場違い感半端ないですけど、アマゾンオメガもかっこいいですからね。で、スナイプ。セイバーと同じくタニーズライダーなんですけど、なんか絆って結構言ってるのはセイバーのイメージなんですけど、本編のキャラクターたちの仲とかがいいのは、僕はエグゼイドの方があったんじゃないかなって気がします。スナイプかっこいいですね。バロン、バナナアームズ。今週は戦国ドライバーの CSM も届く人は届くのかな、一時受注の人とかは。外務、今年は外務祭りがすごい盛り上がっていくんじゃないかなっていう感じがするので、 CSM 届く人は楽しみなんじゃないでしょうか。羨ましいな。うちの作詞も今週届くって言ってましたね。で、ここからがスーパーレア、ブレイズキングライオン対戦記。セイバーの本編ずっと見てますけど、あんまり最近戦ってないですよね、ブレイズって。やっぱライダーもキャラクターもかなりセイバー多いので、出てくるキャラクターが限られちゃってますよね。見た目はとてもかっこいいんですけれども。次、バスター玄武神話。バスターはフォームチェンジとかないんですかね。まあこれ結構見た目完成されてますけどね。ちょっと電王のライダーっぽさはありますけど、ニューデオっぽいですよね、バスターって。次、カリバー、ジャークドラゴン、カッコケント。これ結構熱いカードじゃないかなって思うんですけど、これスーパーレアで終わっちゃうんですね。まあでも新ライダーじゃないからそんなもんか。結構ケントが復活してから一気に面白くなった感はありますよね、セイバー。で、最高、金の武器、銀の武器のスーパーレアの方。まあ相変わらず武器が本体なので、絵のメインは武器の方になってますね。武者のシャドウもかっこいいんですけどね、見た目。で、シャドウムーン。ここに来てシャドウムーンですよ。ちょっとブラックの俳優さんがいろいろ話題になったりはしてますけど、シャドウムーンもかっこいいですよね。で、次、ゴースト無限魂のスーパーレア。まあここで無限魂のスーパーレアが来るっていうのは、多分この後出てくる
レジェンドレアのカードつながりじゃないかなと思うんですけども、無限魂のこの体のキラキラ感というか、すごい独特な豪華な感じ、いいですよね。で次、ポッピーときめきクライシスゲーマーレベル X の方になっております。名前がめちゃくちゃ長いですけど、ポッピーがここで入ってくるんですね。で仮面ライダーイクサのバーストモードめぐみの方です。これ確か新規ボイス今回追加なんですよね。なんか牙結構優遇されてますよね最近。ダーク牙の真骨頂も発売されますし、なんかちょっと昔は電王の後で電王人気に押されてかなり不遇な作品だったイメージなんですけど、ここ最近僕は牙大好きなので結構いろいろと優遇されてるような気がして僕は嬉しいです。でこっからがレジェンドレア。まず1枚目はサイコー X ソードマン。まあ、この辺は順当というか現役作品の新ライダーのレジェンドレア枠ですね。 X ソードマンアメコミ感あって MCU とか好きな僕からするとちょっと好きなライダーなんですけど、皆さんどうですかね。で次、サーベラ昆虫大百科。この絵のサーベラめっちゃかっこよくないですか。遠影剣のロシのデラックス版は出るんですかね果たして。まあ、出るとしても多分プレ版だと思うんですけど、下手したら出ない可能性も全然ありますよね。でレジェンドレアプリミティブドラゴン、この絵もめっちゃかっこいいな。ちょっとこの影のある感じの絵がすごい暴走感があって似合ってますね。これちょっと欲しいな。でエレメンタルプリミティブドラゴン、これは色合いがすごく綺麗ですね。この赤のエレメンタルと青のプリミティブの方の色がそれぞれちょっと混ざってる感じがあってすごいかっこいいです。この対比がいいですね。ただまあ個人的にはエレメンタルよりプリミティブの方が好みかな。エレメンタルプリミティブドラゴンにはこちらのバージョンもありますね。でここまではまあ順当というか現役ライダーのレジェンドレア枠なんで、こっからなんですけれども、はい、ゾルダのレジェンドレアメモリアルフィニッシュ、これが僕は一番欲しい。これが欲しいから最近撮ってなかったんですけど、今回カードリストの動画撮り始めました。声がね、小田井亮平さんの新規ボイス収録なんですよ。純烈で結構売れてるんですけど、中の人かなりゾルダに愛着持っててくれててすごく嬉しいなと思ってます。後ろのマグナギガとかも超かっこいいですよね。いや、これはぜひ欲しい一枚になってます。で次、グランドジオのレジェンドレアですね。これもメモリアルフィニッシュで必殺技がめちゃめちゃかっこよさそうなんですよね。見た目がかなり豪華なんでこれも欲しいですね。でこれめっちゃ欲しい人多いんじゃないかな。新スペクターのレジェンドレア、これがあるからおそらく無限魂のスーパーレアが今回収録されてるっていうところなのかな。超神々しい神々しい絵になってますね。この絵かっこよすぎるでしょ。ゴースター本編結構いろいろ言われてますけど、スペクターのスピンオフは他のライダー作品のスピンオフの中でもかなり面白い方なんじゃないですかね。結構人気な作品になってますけど、これかっこいいな。これも欲しいですね。で次が超魔人チェイサーですね。これもスピンオフからのライダーですけど、色合いがかっこいいな。これなんか金色の合手感ありますけどね、稲妻の感じとかが。いや色合い超かっこいいけど、でもまあチェイサーは僕は超魔人チェイサーより普通の魔人チェイサーの方が好みではあるんですけど、いやでもこれも欲しいですね。で次、仮面ライダードライブ仮面ライダーズ。これは毎回の段に最近入ってるこの作品のライダーというかキャラ全員集合系のカードですね。確かバースト名なんか雰囲気的には仮面ライダーズ系全部揃えると1枚の絵になりそうな感じになってるんですよね。この表の表紙かっこいいですね。これは放送開始の最初の仮面ライダードライブのポスターの感じになってるのかな。あ、これも欲しいですね。で次、この辺がサプライズではないかもしれないですけど、今回の段の一番というか、まあ、セイバー系が一番の目玉だとすると、これが裏の目玉になるんですかね。02のイズ、そして01のリアライジングホッパーセットでリアルタイムの1枚になってます。いやこの2枚はぜひ揃えて持っておきたいものになってますね。超いいな。リアルタイム本当に面白かったですからね。絶望人雷のスピンオフも今週からかな、上映も開始されるので、ゼロはまだまだ終わらないですけど、いやーでもこの2枚は欲しいな。イズの02出してくれるのめっちゃいいですね。リアライジングホッパーもかっこいいですし、
いや欲しいですね。はい、ということで明日3月25日からガンバライジングズバットバット4弾が稼働開始ということで、本職が在宅勤務が半分あるので正直外に出る機会が最近あんまりないんですけど、明日はちょうど出勤日なので仕事帰りにやってこようかなと思っているところです。ゼロワンのリアライジングホッパーとか欲しかったりしますし、なんといってもやっぱりゾルダのレジェンドレア当てたいなと思ってるんですけど、どうですかね、なんだかんだやっぱレジェンドレアって当たりづらいんですよね。本当に最近ガンバライジング全然できてなかったんですけど、久々に連呼しに行きたいと思います。連呼結果さ動画出せたら出したいと思いますので、そちらの動画もご視聴よろしくお願いします。ということで今回の動画は以上です。チャンネル登録高評価よければよろしくお願いいたします。バイバイ。